久保さん。まあ、初心者あるあるですよね。あの。僕。結構思うことがあって。あの、前ね、前ひ。前ね、僕の記憶があれだと。一人いたんですよ。こういう質問のする仕方が。す、こういう人が。 多分ね、この質問をね、ほとんど現れないと思うんですよ。久保さんもあんまり経験ないと思うんですけど、どういう質問が来たかっていうと、吉谷さんと、ネットビジネスって、1日15時間ぐらいやったら稼げるようになりますかみたいな。本気で15時間ぐらいやったら稼げるようになりますかっていう質問来たんですよ。<laughs> こいつなんかやる気あんなみたいなね。<笑><笑>それいけんじゃ、いけますよみたいな。そんだけ気合あんだったらって。どうすか、久保さん。質問あります久保さん あの15時間ぐらい本気でネットビジネスやれば稼げますかみたいな。<laughs> どうですか質問来たことあります <laughs> まあ実際その人は稼げましたけどね。<laughs> うん。なんだろうな。まあ何が言いたいのかっていうと、あの、プロになれば、プロの収入になるわけじゃないですか。初心者だから初心者の収入なんですよね。 見習いだから見習いの収入なんですよね。これ誰でもわかることなんですよ。ね。見習いなのに、親方のと同じ給料をもらえるわけないじゃないですか。<laughs> じゃあ、見習いから親方になるために何必要ですかっていう。それは圧倒的な時間なんですよ。もちろんそれは能力に差があるので、例えば、 一つのことを覚えるように対してね、一日で覚えられる人もいれば、三日かかる人もいるでしょう。一週間かかる人もいます。それは人それぞれ能力が違います。だけど、最低限時間が必要なんですよ。親方になるためにはね、大工の棟梁になるためには、時間必要ちゃいますの。かけた時間じゃないですか。まあ、あとは質ですよね。かければいいってもんじゃないですけど、その、なんだろうな。 じゃあ、1分で通るようになれるのかって話です。まあその、なんだろうな、ある程度時間必要ですからね。まあ、あと質、時間の質ですよね。どれだけ集中してやってんのかと。うん。どれだけ改善してきたのかと。どれだけ考えてきたのかというところなんですけど。ただ、まあ、あの、1日は24時間しかないですから、じゃあ、1日24時間のうちどれぐらいやるのかっていう、まずそこじゃないですか。わかりやすい指針としてね。どれぐらいやりますかネットビジネス。1日どれぐらい時間かけます ?15 時間かけます うん、いや吉野さんあの、なんだ、そんな時間ないですよと、時間がないから、時間がなくても稼げる方法を探してるんじゃないですかと、まあ、それでなんか稼げるようになりましたかっていう、<laughs> うん、別にいいんだけど、それで稼げるようになったんですかと、うん、時間がないのにね、<laughs> 時間がないのに、その方法を探し続ける時間を使って、そしてお金も使って、えノウハウコレクターになって何年目ですか <laughs> 時間がなくても稼げる方法を探す時間を消費して <laughs> <な>んや <laughs> お金も消費して今どうなってるんですかっていうね一つ決めて一つ徹底的にやればいいじゃないですかっていう話ですよねうんそうまあ僕はいろんなお客さん見て思いますけどね一つに決めて徹底的にやればものになるのになってある程度で うん、結局、時間のないまま終わりますよね。時間がないのにずっと探し続けるわけじゃないですか。うん、時間がないからこそ、一つに決めるべきだし、時間がないのに10個できますか。時間がないんだったら、一つ決めて、一つ徹底的にやった方が効率的じゃないですか。そんな泥臭いことできませんみたいなんですね。 いやいや、一つに決めて一つでやった方が最終的にトータル的にコスパいいと思う僕は思いますけどね。うん。まあ、結果的に僕もあの、YouTube 一つでいいと思う、あのー、なんだ、行き着きましたからね。うん。もう全部もう YouTube 一個でもうできる、十分だということですよね。うあん。まあ、久保さんも YouTube やっ,ったら今ないだろうし、僕もそうですよ。YouTube やったなったら今ないですよ。ただ、最初は僕 YouTube じゃなくて Facebook でしたけど、 そっか切り替えて、まあ、今、Facebook なんだ、前運用してたアカウント削除しましたからね、もう YouTube 一本するっつって。で、今、Facebook に関しては、久保さんのメッセンジャーのやり取りで、だからアカウント作りましたけど、あの久保哲郎とのやり取りのみに使ってる Facebook アカウントっ,って、投稿も一切してないし、なんもしてないですよ、Facebook は。 久保さんとのメッセンジャーやり取りするためだけのアカウントなんで、そう。もやってないですね。てか、投稿見ないですもん。他の人のタイムラインも。メッセンジャーのアプリしか開かないですね、僕。うん。うまあまあ、一点に集中してなんかやった方がいいと思いますけどね。うん。もうそれが一番最短ルートじゃないですか。うん。いってらっしゃい。